みちょくろ田和義です。ギターの成瀬明君です。よろしくお願いします。成瀬です。やっぱ僕の、ね、メルマガとか読んでくれてる人はやっぱみんなジャズでセッション行くの怖いとかなってるけど、セッションってそんなどうだろう。俺なんかもやっぱすごくセッション一時期行ったけど、なんかもっといっぱい喋りかけりゃいいのになとか思うね。この音源聞いて用意していって、失敗したらなんで失敗したのか、なんか今のうまくいかなかったけどとか、やっぱりセッションで、この今のイントロどうやってやってるんですかとか、今のって有名なんですかとか、よく聞いたよね。聞いてました、聞いてました。もう僕もでもセッション最初に行ったのが二十歳ぐらいですけど、もうだってイントロとか譜面に書いてないじゃないですか。もうそれがわかんないですもん。だってみんななんでそこから入ってくるんだろうっていう。いや、もう、ジャズとかやってるとさ、もう、こう、譜面見るじゃん。演奏すると、1小節目に音が3つ入ってるはずなのに、みんなレイドバックしたりとかして、その小節に音がなかったりするから、音のない小節はどこって探したら、もう、どこやってるかわかんないみたいな。いや、もうあるあるっすよ。そんなのもどんだけでもありますよ。もう初めてセッション行った時は本当に何もわかんなくて、イントロ、エンディング、それもさっき話しましたけど、やっぱそれ全然わかんないんですよね。そう。で、なんかソロ回ってきて、わーって弾いてて、なんかよくわかんなくなって、やってる場所わかんなくなって、こう、なんか顔を見ながら、僕困ってます、助けてくださいみたい困ってますか、な。全僕。然やってましたけどね。ることないけどね。ただ、やっぱりこう、ただただ僕は思うんだけど、セッションに行き慣れちゃう人が結構いて、ドラムとかは。なんかこう、あまりできてないんだけど、そのままずっとこうみたいな、こう、なんか雰囲気だけはできてるみたいな。ジャズバラーとかブラシとかさ、もうリズム出さずに、ただごそごそやってるだけの人結構いるから、見に行くと。やっぱ反省しないと、録音聞いたりとか、自分の録音聞いたりとか、反省しないとやっぱうまくはならんよね、やっぱりこう。そうですね。あ、そのどだこがけ。悪いのかっていうのが、そうだよね。ちゃんと分かってないとね。そういうのは結構録音したりした。録音もしましたね。して、家で聞いて、まあ、できないところが見つかって、で、まあ、そこをまた練習して、一定の繰り返しを結構してました。カート・エリングのなんかコンサートっていうかワークショップを見に行った時に、カート・エリングがもうひたすらその自分が伝えようとしてることをやっぱレコーダーとかで撮って、思ってるほどそこで聞いて伝わってるのか、レコーダーっていうのはその通りじゃないけど、レコーダーで聞いて伝わってると思えば伝わってるだろうしみたいな。それが伝わってなさそうだったら、その何が違うんだろうかを考えてちゃんと修正していくっていうことを繰り返しなさいみたいなことは言ってて、やっぱりみんなそう、江藤君に昔、なんかどうやったらそんな、なんかいろいろできるようになるのって言ったら、もう恥ずかしいけど録音して聞くしかないですよね、みたいな。で、ないとずっと恥ずかしいやつになるから、少しでも恥ずかしいとか、こう、これだったら直せるっていうところが見つかったらいいと思って、やっぱ聞くことですよねって言われて、あ、やっぱこの、江藤くんってね、一個下なんだけど、やっぱりね、もうその時、佐田さんのバンドやったり、時さんのバンドやってよく見に行ったけどさ、やっぱりすごく謙虚な子だね。見た目が怖そうな分、そう。すごい優いや、しめちゃくちゃいい人ですよね。い。いい人だし、とにかくストイックだしさ、だから、たまやさんとか、本田たまやさんとかもそうで、めちゃくちゃいい人だし、言葉きついんだけど、すっげえ優しいんだよね。んで、音楽にとにかくストイックみたいなのが、みんなかっこいいって感じ。だからまあ、やっぱわりかこう、る。反省してやっていくしかないよね。そうですね。あ、じゃあ、そのですね、まあ、最後ですが、まあ、皆さん、こう、上達するとき、例えば、こう、その20代の頃の、成瀬くんに、今の成瀬くんが何か教えてあげたいことがあるとすれば、何が、なんでしょうね。でも、とにかく、音源を聞けって言いたいですね。ああ、音源聞く。音源聞けって言いたいかな。なんか、その、
やっぱセッションとか行くよう、まあ音源もそうだし、ライブも聞きに行ってると思いますね。そう。しかも、俺がまだ二十歳の頃ってジムホール生きてたから、僕一回も見れてないんですけど、うんうん、そう、行きたいなと思った、ちょっとでも思ったライブがあったら、うん、絶対行った方がいいって感じですね。ね、そうだよね。うん。なんか、その、やっぱりセッションとか行ったり、まあ自分で練習したり、自分が弾くのがすごい楽しいっていう時期があったんですけど、うん、それを、まあ、3分の2ぐらいにしといて、残りの時間で、いろんないい音源いっぱいあるから聞いたり、その、うん、まあ、実際にライブ見に行って、その、うまい人とか、それこそレジェンドみたいな、ジム・ホールとか、ロン・カーターとかが、こう、どんな表情で演奏してるのかとか、生で感じるっていうのが、まあ、今コロナだからなかなか難しいですけど、うん、そういう時間をもっと取ったらよかったなっていうふうに思いますけどね。やっぱりこう、俺なんかもう今でもなんか人のライブ、特にね、今ちょっとこう逆に落ち着いたりしてるから、なんか時さんもね、うん、前に俺何回かライブ見に行けたし、うん、人のライブ見に行くっていうか、俺もともとやっぱりリスナー、ジャズ好きでリスナーだった、佐山さんも常にそうだったよね。いつもなんかどっか行くと必ずライブ見に行ったりしてて、で、お酒飲みながら見てるの好きみたいな。もう弾くとか、自分しっとりしたいとか、そういう気分じゃなくて、ひたすらその、お酒飲みながら、なんか失敗してるのも楽しんだり、なんか、これ面白い、こういうことやってるなっていうのを、すごい、いつも聞いてたもんね。よく、それこそ集中講義で名古屋来ると、なるせ今日は夜ライブやってないみたいな聞かれて、すいません、あ、じゃあ俺見に行くわ、みたいな。いや。って感じ思いながらですけど、まあ嬉しかったですけどね、あ、なるせ よかったっつって酔っ払いながら帰っていくみたいな、うん、佐山さん、まあよくありましたけどね、で俺たち2人ではすごくこう密な関係、一緒にツアーもいっぱい回ったしね、うん、こういうこういつも謙虚でジャズを愛していてって感じで伝わる人だったよね、うん、この間なんかセミナーやってもらった時にこうその3度、ジムホールのやり方で3度と7度をここで抑えてっていう話してなかったっけ？あれなんだ、うん、してました、してました。あれなんか、向こうの言葉でよくシェルコードとかって言ってたりするんですけど、説明で。まあ、要するに、ベース音が6弦、5弦、どっちかにあって、で、あと、3度、7度が3弦、4弦にあってっていう。うん、ロックとかフォークとかだと、まあ、例えばロックだったらパワーコードってルートと5度しか押さえなかったりとか、うん、あとはフォークだとこうね、全部、こう1フレットとかのこうオープンコードみたいな、うん、C とか F とか G とかっていうのを、押さえたりするのが多いんですけど、まあ、そのジャズでよく使えるコード、まあ、ジャズのハーモニーってすごい難しいってよく言われがちなんですけど、結構シンプルで、要するに、ちょっと重心が軽いコードを3つしか押さえてないから、うん、それだったら結構ね、ギター始めたての人でも押さえやすいし、うん、まあそっからもう発展させていろいろやれることが多いので、そういうセミナーをやってましたね、そういえば。うん、あれなんかプリントにしてくれてたんだっけ、なんかこことここはこうっていう感じで書いてなかったっけ、うん、ありますあります。はい。じゃあ、またその辺の話を、またね、興味のある方がいたら、僕今回、お盆に、セッションの、なんか攻略法じゃないけど、なんかやっぱみんな、こうやって怖いから、みたいな、うん。で、ドラムの人用にも、こうやって作ろうと思ってるんだけど、まあ、いろんな楽器の人がやっぱそういう悩んでるから、まあそういうののやつで、で、まあその、今ちょっと話が出たんで、そのプリント確かどっかに入ってるので、使わせていただいて、はい、はい、はい。下にこうダウンロードできるようにしちゃっていいですかね。全然。はい。大丈夫です。で、今回、Mac ザナイフよく、まあ、セッションでもやったりするし、簡単だし、うち、マイナスワン音源があるんで、それぞれの楽器のマイナスワン音源と、ナラセ君が、なんかその、レベル1、2、3、4でだんだんこう、難しくなっていく譜面を作ってくれたんで、それも、じゃあ、うん、なんか譜面だけ、なんかこう、こう音源見ながらその譜面をなんかこう頑張って読めばそれなりにかっこよくなるというものを作っていただいたんで、それもプレゼントしようという形で、はい、やらせていただきます。そうですね。
なんか近々こうツアーとかはないですか？今のところもやっぱコロナ決まってない。そうですね。それこそまあ江藤さんと久しぶりに、うん、あの京都の方行って名古屋行って 2days みたいなライブがあったりするんですけど、うん、そう、江藤さんとあの名古屋のあの倉田さん、うん、ドラムのツインドラムで、マジ？江藤さんと倉田さんのツインドラムで、でベースがあの加藤正史さんと、あとは若手のあの平手くんがあの、うん、ピアノ弾いたりオルガン弾いたり、うん、トランペットも吹けるから、うん、うん、それが2日間、はい、それ結構楽しみなんですけど。はい、じゃあまたちょっと詳細教えてよ、あと、じゃあこの下に詳細貼っておこうかなと思います。あ、はい、わかりました。伊藤君よろしく言っといて、また見に行くって言っといて、ちょっとだいぶ前だけど。はい、わかりました。コロナの前にあのエロス見に行ったけどね、後藤君と。ああ、スパンスか、かっこよかった。いいですね。彼のワールド感は素晴らしい。意外とその、うん、ガンガン叩くところが印象的だけど、すごく繊細なところがすごいよね、彼はね。ブラシとか。そうですね。うん。うん。あの、丁寧な。タイトで、うん。うん。なんかこう、こうなんていうの、ブラシやっててスティック持ったら、もうそのままスティックに行きそうなのに、なんか丁寧にまたブラシに持ち替えたりとか、なんかこう、音楽を作っていくのに、なんかこう、手間暇、俺なんか結構ざっくり言っちゃうんだけど、結構手間をこう惜しまない感じがすごくして、すごくなんかきめ細かく盛り上がってて、まあ、暴れるときはすごく暴れるみたいな感じの印象だけど、うん、そんな感じかな、やっぱり。うん、ですね、うん、やっぱり、しかも行くときすごい行きますしね、そことのギャップをすごいつけて、うん、だんだんこう、やっぱ段階的に作ってって、うん、すごい、やってて気持ちいいですけどね、フロントやってるときは、うんうん。ね、やっぱりこう、その作り上げてくれる感じがするからね。うん、そうですね。俺も時間あったらね、ちょろっと覗きたい。それ、いつですか ?8 月あ、9月ですね。9月12、13です。おー、なんか楽しそうだから、タイミングあったら見に行こうかな。はい。そんな感じで。はい、お願いします。ドラマー2人をドラマー1人が見に行くみたいなね。僕の YouTube にもいっぱい一緒に演奏しているのもあるので、ぜひ見てあげてください。ありがとうございました。ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとか、ためになったなという方は、ぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。このチャンネルでは、ドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とか、ポップスとかもやってます。あと、クラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あと、ジャズの楽しみ方ですね。リスナーの方とか、他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ、歴史とか、曲の解説とか、演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。